さあ続いての企業ですが、ミシェルさん、はい、その分野で何でも相談できるスペシャリストってすごくないですか？いやすごいよね、頼りになるよね。うん、なりますよね。今回は一級建築士事務所としてお客様の適切な方向を示すこちらの企業様です。株式会社ヒューナ興発代表取締役 CEO 前田博樹、部長川名久志、創業20年、東京杉並区を足場に建設、解体、賃貸管理など住まいに関連した6つのセクションを極める総合的な不動産事業を展開。建物のゆりかごから墓場まで全ての工程を自社で請け負い、高品質で低価格なサービスを実現する。今回は50兆円を超す建設市場でハイクオリティな現場環境を継続している注目の企業をスタジオに招いて詳しく話を聞いた。でははじめに事業内容についてお伺いしてもよろしいですか？はい、杉並区でですね、創業20年目を迎えまして、住宅から始まりまして、住宅の仲介業ですね、そちらから始まりまして、次に建設業、解体ですね、産廃で、今は賃貸管理、一応一通り、6セクションぐらいを設けまして、はい、で今、ちょうど20年目を迎えた会社です。さまざまな業種にわたって事業をされてますけれども、はい、初めから創業からそういった展開されてたんですか？まあ、創業は本当に住宅のですね、戸建ての仲介を、ずっとやってまして、だんだんですねお客様のニーズが、依頼がどんどん増えていきまして、その都度その都度セクションを増やしていったような、その形が大体今の6セクションに、なった形ですね。はい、要求され要望があって、そうですね、で自分じゃあ自社で手掛けようかという、全てやろうと、やろうと、はい、なんか最近ではデザインマンションなども、うん、そうですね、はい、今は新しい、まあ、挑戦として、今モルタル造形アートをスタートしまして、ディズニーランドとかですね、はい、ユニバーサルスタジオとかにあるような仮想空間の、家の、まあ、もう400年前の要は住宅をモチーフにしたようなヴィンテージものの要は外壁ですね。先ほど6セクションあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、各分野でプロフェッショナルの方がいるんですか？そうですね、はい、一人一人一応もうスペシャリストを用意しまして、建築もそうですし、解体もそうですし、不動産の売買も仲介も賃貸管理もですね、はい、ちょっととても効率が良くなりそうですね。そうですね、うちに来ていただければ一つで1回で終わるっていう感じですね、はい、続いては建設現場にも詳しい部長の川名に建設業界の現状について話を聞いた。建築業界としましては、その産業の規模がおおよそ50兆円 の、 巨大産業になっております。その主要としましては、災害復興作業とかですね、あとは2020年の東京オリンピックに向けてのマンション、あとは施設ですね、そちらの開発と都内の再開発事業に、それをその3本でですね、うん、人手不足っていうことが今現状起きているような状態でおります。あ、そうですか。需要が多いんですね。需要多いし、すごい50兆円産業、うん、そうですね、かなり巨大な産業ですよ ね、 ね、やっぱりそうだよな、うん、いろんな建物が建ってるもんね今ね、うん、本当にものすごいスピードで立ってますよね。大手ゼネコンって言われてる、まあ、ゼネコン業界と、あとはその下のですね、工務店の部類に入る、うん、工務店とありますけれども、はい、だいたい大手ゼネコンが手掛けてるのが50億ぐらいの規模、1現場ですね、はい、はい、でその下の中ゼネコンとかの規模がですね、3億からだいたい50億、うん、かなり違いますね、はい、でこれは主に RC とか、鉄骨像、そういったのも手掛けているのが多いですね。で、鉄骨像っ
は登場建物とか、はいはい、そういったものを扱ってます。でその下の工務店っていうのが大体木造住宅を主として、そうですね、3億以下のもの、はい、大手ゼネコンと工務店の違い、はい、もう少し詳しく具体的に教えていただけますか。大手ゼネコンさんの場合はですね、その都市計画から施工計画、規模的に大きいものが、はい、なので携わる人権も人件費もかなり巨額なものになるので、それでまあ小さいものはなかなか手掛けられないと。そうだよね、でかいのがもうドガーンと駅前かなんかにドーンってやったから都市計画とか地域計画になっちゃいますもんね。そうですね、はい、そうだな。それに比べて工務店っていうのはスピードが要されますので、はい、そういった小回りの利く、はい、小規模な、まあ、住宅とかですね、一般的な戸建て、うん、そういったものを手掛ける違いがありますね。そのバランスっていうのは悪くないんですか。大手様がじゃあ一方的にこうだとか、はい、っていうバランスは別にいいんですか。その50億と3億とそれより下の、はい、そういう件数は別にいいんですか。それとも大きくバランスが大手様がガン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 進んで追われちゃうとかっていう、まあゼネコンさんは結局グループがありまして、やっぱりその住宅部門もあれば小規模で大規模と、でただやっぱり人数が大きい企業ですから、じゃあ即座の行動、機動力、やっぱそのスピード感というのは非常にやっぱり石橋を叩いて、なかなかそのじゃあそれというふうにはお客さんの希望までは気持ちが届かないというか、小回りが効かない。そうか、はい、そうですよね、はい、そんな中で日向興発が業界で選ばれ続けてきたのはある明確な理由があった。まあ、RC も含め S 像もそうなんですけども、弊社はまあ、ISO を取得してるのがあるんですね。でそれは建築もそうですし、産廃もそうですし、リフォームも一応 ISO を取得してまして、で ISO っていうのは世界基準の要はクオリティを求めましょうと。ですから弊社が持ってるのは14001と9001を2つ取得してまして、でそういうものも含めてですね、お客様のまあ希望をある程度社員一同がやっぱり、クオリティを高めていこうという心構えではあるので、まあ、ニーズがあるのかもしれないですよね、はい、信頼感があって、うん、なおかつ距離感も近いっていう感じなんでしょうか ね、やっぱりね、はい、一級建築士の方が多数在籍しているんですよね、うんうん、そうですね、今は、1級2級入れると4、5名いらっしゃるんですかね。あ、はい、はい、経験とか知識が豊富で、うん、ね、そうだよね、うん、そうですね、安心ですね、任せる方は、はい、解体事業に関して厳格な国際的品質基準を保つ ISO を取得するなど他社との差別化を図る日向興発。現場ではどのような依頼主が多いのだろうか。今この一連の流れでお客様のご契約をいただいているお客様は、まあいろいろ建設業界を渡り歩いて一括でできる会社が非常に少ない、得意分野ばっかりを選んで実際には成就できないお話が多いんですね。でうちの弊社に関してはやっぱり住宅を主にやってたもんですから、非常にそのデザイン的な問題とかですね、まあ、今回弊社が今取り組んでいるモルタル造形アートですか、こういうものもですね口コミでお話を聞いて弊社にたどり着いてですね、モルタル造形アートがですね今だいたい3年から4年待ちなんですよ。へー、すごい、はい、人気ってことですね。していただける業者さんがいない。そうなんですか、はい、非常にその3年も4年もお待ちの方が非常にいるんですね。そんなに待ってもしてほしいっていう方がたくさんいらっしゃるんですね。そうですね、まあ、今非常に
若いご世代の方々は非常にそのヴィンテージ系のものっていうんですか、非常に今いろんなものが騒がれてると思いますけど、ジーパンからの洋服から車から、今回弊社が今やってるのはその400年前後ぐらいのものをもうイメージしたものなので、見てみたいですね。そういうことができる、ね、ところだし、できる人がいるっていうのはすごいですよね。そうですね、はい、そこが今本当に一歩前へ出てる感じですよね。じゃあ日向小橋さんもみんなたどり着いていくわけだ、そこら、ね、おい、これもできるらしいなんて、口コミとかもね、また口コミを読んで、ね、何年も待たれて、嬉しいですけど大変ですね。そうですね、もう責任ありますね。はい、そうですね、はい、各分野に特化した技術で安心と安全の住まいを提供する前田博樹。そんな男が次に掲げるビジョンとは。今後はですね、今年がちょうど20年目ということで、今までは不動産をメインにしてたんですけども、うん、新たにこの建築というものを柱を作ってですね、新しい挑戦という年で、そうですか、はい、もう一回という気持ちでスタートを全社員が、いければと思っております、はい、素晴らしい。もう一回、はい、今までも素晴らしい時期を過ごしてきたんですよね。まあ、いい時もあれば厳しい時もありますよね。技術を持つことによって今は挑戦という言葉が言えるという、はい、言葉は人を作り、人を変え、人を新たな世界へ誘う。ビジネスの最前線に立つ者たちが心に刻む言葉とは。知人言。知者は迷わず相手を知り、仁者は愛しみ他者を思いやり、勇者は恐れず勇敢に進んでいく。破壊と再生が必然の建築の世界で今日も前進を続けていく。これが日向紅発前田博樹にとっての格言である。